Thank you.
おお、伊之助か、せがれよ。若様を見なかったかな。せがれではない。伊之助、またそのような。そなたはわしがおかしくなったというが、さすがにせがれを間違えるわけなかろう。まあよい。せがれよ、この鈴をそなたに託そう。若様のことを案じ作った守り鈴じゃ。この守り鈴を仏様にお供えしておくれ。どうした？やはりかすかに顔を寄せねばわからぬほどだが。なんだ？流陰のよどみ、その兆しが出ておるのやもしれません。よどみとは？我が師道元より聞いたことがあります。流陰の力は死を重ねることでよどんでいく。よどみは溜まれば必ず溢れるでしょう。溢れればどうなる？病が振りまかれるとか、杞憂ならばよいのですが、もし返事あれば。ああ、お主のもとへ行こう。うん、変わったことがあったのですか？ああ。どのような？俺はひとたび死んだ。だが巫女様の声が聞こえ、気づけば再び生きていた。ひとたび死に、今再び生きているならば、それは改姓でしょう。改姓？九郎様の流陰の巫女の力と言われています。改姓の力を与えられた者は死してなお蘇る、幾度でも。バカな。はい、おかしなことです。
ですが、現に起きている、また変わったことがあれば知らせてください。改正の力が何も見返りを求めぬとは思えぬのです。狼殿、よく参られました。氷炭の種とこれか。はい、それをこちらに。種を氷炭に植え付けます。よし、これで薬水の傘が増すでしょう。妙な薬だ。妙ですか。うん、悪い気はしません。貢献があれば奇妙と思うことでも勇んですべし。それが我が師道元の教えですので。そうか。ひょうたんの種を見つけたならばまた持ってきてください。薬水のかさ増しをしましょう。おや、何やらちりんと。ああ、この鈴だろ。仏に備えろと渡された。うん、あなたにゆかりのある鈴でしょうか。ならば武士殿と話してみてはどうですか。仏のことならばあの人が詳しいでしょう。
目覚めたようじゃな。因果よの、なかなかに死にきれぬようじゃ。なんだ？お前さ、勘が戻ってきたようじゃな。ちっとは忍びらしくなってきたように見える。とっておきな。これは？忍びの技じゃ。侍には真似できぬ。忍びの戦う術が書いてある。まあ、どうするかは、お前さん次第よ。戦う術など、忍びだけでもあるまいて。どうした？龍がいいよ。よどみのあふれて振りまかれ、やがて死に至る病じゃ。なんだと？わしのことなら心配いらん。あいにくとまともじゃないんでな。じゃが、喋るのは面倒じゃ。あとはエマに聞け。あとはエマに。物資殿には会われましたか？ああ、我は。はい。我が師道元より聞いたことがあります。竜院は改正の力を授けることができる。しかしそれは常ならぬ力。繰り返せばやがて淀みがあふれ、関わった者に病として降りかかる。その病を竜害と呼ぶと知りながら、それを止められなかったは私の不明です。すみません。その竜害を治す術は？わかりません。ですが突き止めねば。まずは死の残した記録を当たってみます。頼む。ではまた。
Thank you.
若様は、お守りするんじゃぞ。はい、頼むぞ。そなたにかかっておる。誰ぞ、そこにおるのか。ボウ、その声、いや、まさかな。御神、我が名は野上伊之助、平田家の老頭だった。どうかそこのあばら屋の老婆の様子見てやってくれぬか。私の母なのだが狂ってしまい、もはや誰が誰だか分かっておらぬ。お主の母に会ったぞ、鈴を。もらった。そうか、礼を言う。母はその鈴をずっと気にかけていた。上事のように仏様に備えろと。何故この足は動かぬ。ご供養いかがかね。供養、さよう。死者たちのご冥福のため品を売っておる。見たところあんたも随分と殺しておるな。ご供養していきなされよ。
死者があるところ、また供養衆あり、カラスどもと同じことじゃて。どこへ行こうと、ご供養を欠かさぬようにの。Ugh!